みんな楽しんでる？イエーイ！ノイズかっこいい！うわぁ。みんな、この一年はどんな年だった？荒波を切り抜け、吹雪の中をかいくぐり、多くのことを経験し、そして乗り越えながら、一生懸命、この一年を生きてきたはずよ。私もそうだったの。たくさんのことを経験して、悩んで、乗り越えてきたわ。だから、私のそばで一緒に悩み、助けてくれた人に、今日はこの場を借りて、お礼を伝えたいの、プロデューサー。この一年間、私のそばでいろいろサポートしてくれて、ありがとう。この花はプロデューサーにあげる。これからも私を見守っててね。ノイズ！あなた！それじゃあみんな、一年の最後を楽しみましょう。次の曲スタート。指揮官、顔を洗った方がよろしいかと。そうよそうよ、早くトイレ行ってきて。花は私が預かってあげる。いや、私が洗ってあげるから一緒に出る。師匠、私が吹きましょうか？もう出てきたのかい？音楽はまだ鳴り響いているというのに。楽しい夜だな、坊ちゃん。元気にしていたかい？一年の最後の夜だろう？一人でいっぱいやるにも少し寂しくて。坊ちゃんと飲もうかとこっそりやってきたのだ。だが音楽が聞こえてくるではないか。それで坊ちゃんを探すのは一旦やめて、音楽をつまみにいっぱいやっていたのさ。うん、そうなるか。まあ細かいことは良いではないか。風の吹くまま、雲の流れるまま、思うがままに生きればよい。やはり坊ちゃんはよくわかっておる。その通り、自由な人生なのだ。
坊ちゃんは今日もお嬢ちゃんたちに愛されて困っているようだな。どこでもいいから逃げたいと言った顔だな。どうだい、私と一緒に日の出でも見に行かないか。そう、日の出だ。新年は日の出を見ながら迎えるものであろう。本物の日の出を見るならどこに行くべきだい。もちろん地上だ。無事に頬を守りエレベーターに乗ることができたな。そういえば何を持っているのだ。それは藁だな。成果ではなさそうだ。造花だろうか。久しぶりに見たの。いくら地上を歩き回っていてもバラの種を見かけず諦めていたが、まさかこうしてまた見ることができるとは。私ではない、姉さんが好きな花だ。ん？坊ちゃんに言っていなかったか。いたのだよ、ずっと昔のことさ。なぜ謝るのだ。昔のことだと言っただろう。悲しさも風と共に過ぎ去った。着いたようだな。では日の出が美しく見える場所に行くとしようか。ここからまっすぐ2時間くらい歩けばいい。そんなに嫌そうな顔をしないでおくれ。苦労した分それだけのものが見られるぞ。やはり年の瀬の風は冷たいな。ちょうど今頃だったか。年が明ける前だったから。そうだな。いや、こちらの話だ。ずっと昔の出来事を思い出したのだ。君は近接戦闘部隊というのを聞いたことがあるかね。初めて聞いたという顔だね。仕方のないことかもしれぬな。アークのお嬢ちゃんたちを見るにもう生産していないようだ。そういう意味では成功したわけか。そうだ、まあ私の武器を見れば予想できるであろう。そうだ、記憶のほとんどを失ってしまったというのが正しい。だがいくら思考転換を繰り返しても決して忘れられない強烈な記憶がある。私にとってはその時の記憶がそれだ。ほう、聞きたいのかね。少し顔には気になって仕方ないと書いてあるぞ。いいだろう。ちょうど長く静かな道のりだ。思い出話を語るのも悪くなかろう。どこから話そうか。よし、ここからにしよう。おほん、昔昔、地上に初めてラプチャーが進行してきた頃、共に二家になった二人の姉妹が住んでいた。わあ、
久しぶりの手合わせね。今回で985回目だったかな。ふざけてないで真剣にやれ。はいはい、わかったって。ちゃんとやるね。参るぞ。来なさい。負けを認めよう。今回は焦ったよ。一撃が重くなったわね。次は本当に負けちゃうかも。余裕で勝っておいて、よくも嘘をペラペラと。いやいや、余裕なんかじゃなかったよ。これで985戦976勝9引き分けかな。こっそり勝ちを増やすでない。975勝10引き分けだ。騙されなかったか。でも私がお姉ちゃんでしょ。剣くらいは私の方が上手くないとね。他は何でも蓮の方が上手いでしょ。掃除も料理も几帳面なところも。私たちが作られた目的は何だ。姉さんも私も剣を使う二剣ならば、剣術が最も重要であろう。そうかな。いつか蓮は私に勝つって思ってるけど、花に十日の紅なし、永遠なんてないでしょ。いつか蓮が私を倒す日もきっと来るはずよ。今じゃないみたいだけどね。その余裕、いつかへし折ってやろう。期待してるね。ん？放送？ご案内いたします。館内にいらっしゃる特殊改良量産個体 A 近接戦闘型ニケの皆さんは全員訓練場にお集まりください。繰り返します。急に召集だなんて、何かあったのかな。さあ、ひとまず行こう。全員集まったか。はい。そうか、全員いるのだな。本当にしなければならないのか。なぜよりによって私がこんなことをしてゴンデスになれるわけでもないのに。あの傭兵上がりにはフェアリーテールモデルが配属されて、なぜ私には。お？いつまで立っていればいいのだ。あ、全員集まったんだな。はい。これまでのテストにより君たちが高く評価された結果、今後は近接戦闘部隊という名で任務を受け戦場に出ることになった。したがって近接型として作られた特殊改良量産個体 A 近接戦闘型2系10名は、戦力確保に向けた潜入及び奪還任務を担当する。指揮は私が行う。私たちと一緒に人間の体で。じゃあ、なんだっけ、私たちにもゴッテス部隊みたいに指揮官がつくんですか。そうだ、ゴッテス部隊の例に習い、これからは正式な部隊でなくとも各部隊に指揮官を1名配属し動くことになった。ゴッテス部隊の功績が思ったより大きいようだな。そのようなことが決まりになるほどとは。何か質問はあるか。そういえば、そうか。はい。
君が最終テストでトップの成績だったそうだ。部隊のリーダーは君になるだろう。わあ、リーダーって成績順だったんですね。びっくりです。心にもないことを。話は以上だ。各自持ち場に戻れ。明日午前に任務エリアに移動する。各自武装の準備を徹底しろ。ついに実戦か。本物のラプチャーをこの手で。レン？なんだ？静かだなーって思って。初めての任務だから緊張する？まさか。ラプチャーを切れると思うと武者震いが止まらないのだ。そっか、レンがそう言うならそうなんだろうね。レン、リリー・バイス少佐のこと知ってるでしょ？ニケでその名を知らぬ者はいないだろう。人類にニケという存在を知らしめた最初で最強のニケなのだから。だよね。リリー・バイス少佐って本当に素敵よね。すごく綺麗で強くて。一般 B チームの子たちから聞いたんだけど、力が強すぎてラプチャーを引き裂いちゃったんだって。引き裂いた？ラプチャーを？うん、それも素手で。少佐が投入されるたびにラプチャーがポーンポーンって吹き飛ぶらしいわよ。素手での近接戦でそのような結果を上げたから、人類連合軍としても近接戦闘を諦められず、私たちのような近接戦闘用に改良した量産型ニケを作ったというわけか。そうね。それだけ強いリリー・バイス少佐も初めは緊張したはずよ。なぜ姉さんにわかる？なんとなくそんな気がするの。誰も叶わなかった存在と向き合って、大切なものを守らないといけないんだから。そもそも強いものならば緊張などしないのではないか？そうかな。私はあの人もニケになる前は人間だったから、私たちと同じように緊張したんじゃないかなって思うわ。初めてのことは誰でも緊張するものよ。姉さんも緊張しているのか？そりゃあもちろん。私だって地上でラプチャーと戦ったことはないのよ。実戦は初めてだし緊張するし怖いわ。でもこの感情も今だけよ。この世に永遠なんてないんだから。この緊張感も不安も慣れたら何ともなくなるわよ。今回の任務でそうなるって私は信じてる。姉さん。着いたみたいね。任務エリアに到着した。総員位置につけ。はーい。さあ、それじゃあ行こっか。任務エリア付近の建物に潜入完了、およびターゲット発見。地上型ラプチャー20機を肉眼で確認。建物から降下すれば直ちにラプチャーの群れの中心部に到達できる位置です。そうか。では全部壊してこい。ラジャあ。
の中に飛び込んで、あれを切らなきゃいけないんだよね。銃じゃなくて剣で。私は剣の方が簡単だと思うけど、遠くから銃を撃っても外したら終わりだけど、私たちは違うでしょ。私たちなら少しぐらい手元が狂っても何かは切れるはずだから。姉さん、それに銃より剣の方が素敵じゃない。思ったより大したことないね、レン。こんなことで緊張してるの？こんなのも切れなくて、どうやって私に勝つつもり？緊張などしておらぬ！大したことないな。そうでしょ。ラプチャーだろうとなんだろうと、切ってしまえばそれまでだ。だからみんな怯えていないで降りてこい。私が君たちの分まで切ってしまう前に。周囲の全ラプチャー排除完了。よし、じゃあ報告するね。報告します。このエリアを占拠していた全ラプチャーを排除し、人類連合軍第29司令部奪還任務を完了しました。あれ見て、気持ち悪くない？あれって本当に機械なのかな？観察する余裕があるなら一体でも多く切ってくれ。どうしてそんなにせっかちなの？焦ったところで切るべきものは変わらないのよ。心に余裕があればもっと上手に切れる。厳しいだろう。
頭の一部が完全に破壊されている。これは助からぬ。そう、本部に送るために棺を用意してほしいって連絡するね。ああ、正式な舞台になるかもしれない。そうだ、驚くことにな。何が変わる？今より安定して舞台を運用できるようになるし、他の舞台に公的に支援要請をしたり受けたりできるかな。あまり実感のない部分だな。何言ってるの？名前がつくのよ。もっと現実的なことを言うと、支援物資の質と量が向上するの。それは悪くないな。あ、そういえば指揮官、私たちの追加支援物資はいつ頃？上層部は一体何を考えているんだか。指揮官？なんだ、私を呼んだのか？はい、呼びました。指揮官と呼ぶなと言っただろう。階級で呼べ。はい、注意。私たちの追加支援物資はいつ頃届きますか？この間から補給周期が少しずつ長くなっているようですが。補給？戦況がどんどん悪化しているからだ。当然補給品も遅れるに決まっているだろう。そうですか。だからもっと努力して正式部隊になれ。補給物資を受け取ることができるように。はい、もっと頑張ります。もうこんな時間、空も暗いし、拠点に戻るには微妙な時間ね。あそこはどうだ？あそこなら一晩くらいは過ごせるだろう。そうね。じゃあ今日はここで野営しましょう。平和だな。いいと思わない？こういう平和な感じ。平和すぎて任務中であることを忘れているのではないかと疑いたくなるがな。最近任務続きでみんな疲れ果ててたでしょ。たまにはこういう平和な時間もないとね。それでも気を緩めすぎてはいけない。わかってるって。レンが舞台のみんなを大切に思ってること、みんなが油断して怪我をするんじゃないかって心配してるんでしょ。安心して、大丈夫。こうやって率先して見張りをしてくれる優しい妹もいるし、みんなああやってリラックスしてるように見えても剣はそばに置いてるから。だから多めに見てあげてよ。久しぶりでしょ、こうやってのんびりするのも。分かった。ということで、みんなが休んでる間も頑張ってくれてるレンのために、じゃーん。それはなんだ？これ補給品の中にあったの。一緒に一杯どうかなって。酒？何を考えている？任務中に酒など。まあまあいいじゃない、一杯だけよ。二軒になったのにまさかこれ一杯で酔うはずないでしょ。しかし。そんな固いこと言わずに、ほら。ああ、乾杯。いい香り。
バラの香りかな。どうしたの？体に合わなかった？苦い。苦い？苦すぎる！なぜこんなものを飲むのだ。そっか、苦かったか。私はもういらぬ。残念、私は気に入ったのに。昔、人間だった頃、あの頃もこうやって一緒にお酒を飲んだことあったのかな。わからない。私たちが覚えているのは姉妹だったということだけだ。不思議だよね。どうしてそれだけは覚えてるんだろう。フェアリーテールモデルの適合者じゃなければ普通は何も覚えていないか全部覚えているかのどっちかなのに。忘れられない記憶だったのだろう。え？死んでも姉さんのことは忘れないと思っていたのではないか。そっか、忘れられないほど仲が良かったか悪かったかどっちかだろうね。忘れられない姉妹か。どっちにしてもいいね。風の吹くまま、雲の流れるまま、思うがままに、そんな人生を生きてみたいな。なんだその遊び人のような歌は。将来の計画みたいなもの？またふざけたことを。さっきみんなに戦争が終わったらどうするのって聞いたら、一週間ずっとベッドでゴロゴロしたいって子もいたし、温かいスープを鍋いっぱいに作って食べたいって子もいたし、読みたかった漫画を読破したいって子もいたわ。あ、そういえばこんなのもあった。すごく有名になってゴッテス部隊と一緒に任務に投入される。本当につまらぬことばかり夢見ているのだな。まあこういう時代だからね。夢の中でしか叶えられないことばっかりだから。おお、ゴッテス部隊と一緒に任務をするっていうのが一番可能性あるかな。そういうレンは何がしたいの？私か？うん。さあ、私は武装を解いて姉さんと手合わせしてみたい。手合わせ？武装を解いて私と手合わせするのがレンのしたいことなの？なにそれ、一番つまらないじゃない。そうか、私もつまらぬことを言ってしまったようだ。でしょ、そういうものなのよ。やっぱりいいな。次はみんなで一緒に飲もうか。なぜ急に？こうやって二人で飲んでみてすごくよかったから、みんなで一緒に飲んでみたくなったの。今年最後の日、初日の出を見ながら飲みたいな。今年一年お疲れ様ってねぎらって、新年をお祝いして、チームの団結のためにも。好きにするがいい。支援箱の中にいいお酒があったんだよね。何ヶ月か熟成させたら、もっと美味しくなるかな。余計苦くなりそうだ。さあ、ここだ。ここから日の出が綺麗に見えるのだ。うん、一杯やるのにこれほどの場所はなかろう。
涼しくていいな。坊ちゃんも早く来て座るといい。歩き疲れたであろう。うん、道中の邪魔者はすべて片付けた。あとはここで日が昇るのを待つのみだ。そういうわけで日の出まで。じゃーん。もちろん最初にだ。あそこで坊ちゃんに会わなければ一人でもここに来るつもりだったのだよ。まあ良いではないか。杯一つであろうが二つであろうが、美味しく飲めればそれでいいのだ。何のことだい？ほう、なぜそう思う？いや、一度話し始めたのだ。最後まで語ろう。成果を上げ続けるか、そんなはずなかろう。君の言う通りだ。そうはいかないのが、この世の断りだ。人生というものは、そう甘くない。しっかりしろ！君は何を切ろうとしている？全部、いや、殺す。全部、いや、殺す。全部。レン、ごめん、本当にごめんなさい。爆弾設置完了。主要拠点の爆弾設置任務完了。3分後に建物が崩れるわ。みんな外に出て。レン、何してるの？早く脱出を。先に行ってくれ。何言ってるの？どうして？片足が動かぬのだ。姉さんは早く行け。こんな時にボディが。まだラプチャーが。みんな逃げて！みんな無事？7人だけだ。状態はどうだ？また。うん。ボディが完全に剥がれてる。その衝撃で脳波も正常値以下になってるの。持ち直したとしても思考転換を起こす確率が高いわ。その前にボディの修復が間に合わず脳が死んでしまうけど。レンの足はどう？私は平気だ。一部の部品が緩んでいた程度だから、自分で修理できたのだ。自分で。弱いわね、私たち。任務に赴くたびに、誰かが死ぬか怪我をしているな。
私たちは他の2家よりボディが軽量化されているから、一発殴られるだけですぐに怪我をするし、近くで戦うから精神的にも追い詰められて思考転換も起きやすい。そもそも私たちのボディは量産型タイプのボディを無理やり近接型に改良したプロトタイプだから、欠陥も多いの。だから修理が頻繁に必要になるのに、ボディの修理どころか明日の食料さえない状況よ。残りは6人か。うん、でもそれも次の支援物資が来た場合の話ね。今回の任務でみんな負傷したわ。ずっと何も食べていないし、限界が近い。支援物資の知らせはまだなのか。そうね。注意は任務を完遂しろの一点張りか。そうね。このままではダメだ。このまま何もせず皆を死なせるわけにはいかぬ。私が注意ともう一度話してみる。事態の深刻さに気づけば注意も少しは協力してくれるはずよ。私も共に行こう。え？一緒に？一人よりは二人の方が想像しいであろう。騒ぎ続ければ煩わしくなり、あの怠け者も何かをしようとするはずだ。頼もしい。じゃあ一緒に行こう。何とかして話を聞いてもらわなきゃ。注意、支援について何か進展はありませんか？支援か？まだないな。ない。ない。のんきに構えている場合か？今この部隊がどのような状態で、みんなの様子がどうなっているのか、分かっているのか？部隊には元から10人しかおらぬ。それなのに4人が死に、残りはたったの6人だ。なるほど、6人か。残りの隊員は元気だとでも？6人中2人は腕が壊れ始め、他の2人も剣がボロボロだ。みんな限界まで追い詰められている。そりゃ私も分かっている。分かっている、分かっているのにこうしてのんきに座っているのか。手を打つべきだ。部隊の指揮官なのだろう。任務中何もしないにしても、任務外では役に立つべきではないのか。少なくとも指揮官なら、この部隊を率いる者なら、それくらいはするべきであろう。レン、落ち着きなさい。あなたの言う通り、指揮官よ。驚いた。君たちの言いたいことはわかる。だが腹を立てたところで何も変わらない。支援の件は戦況が悪いからということだから、もう少し待ってくれ。本当に戦況のせいなのでしょうか。この間任務であった部隊の子たちはそれなりの支援を受けているようでした。むしろここまで何の支援もない部隊の方が珍しいような。違いますか？それはそいつらは私たちより成果を上げているのだろう。そうだ、まだ上層部から認められるほどの成果を上げていないから、だから支援が受けられないんだ。ああ、成果ですか。何をふざけたこと。そこで新しい任務だ。また任務ですか？この任務さえ終われば私たちにも正式部隊の承認が降りるはずだ。そうすれば正式に部隊の名前もつくぞ。支援も他の部隊と同じように受けられるはずだ。多分な。それは実に頼もしい話だな。
仕方ないだろう。ラプチャーと戦争中なのだから。やるよな。いや、やるしかない。そうすれば君たちが望む支援を受けられるんだ。そうだろう？答えろ。承知したと伝えるからな。ひとまずわかりました。みんなと相談してみます。ああ。レン、行こう。わかった。あ、そうか。はい。君だけ残ってくれ。私だけですか？ああ。わかりました。先に戻る。今何と言った？反乱だと？反乱を起こそうと言ったのか？うん、そうよ。どう考えても司令部は私たちを支援するつもりがなさそうだから。このまま行けば全員死ぬだけよ。だから怠け者の注意を脅してでも支援してもらおうってわけ。姉さん！うんうん、聞こえてるよ。大声出さなくても大丈夫。注意から何か聞いたのか？あいつ、姉さんに一体何を？大した話じゃないよ。愚痴を聞いてあげただけ。いつものやつ。それならば、なぜだ？なぜ、急にこのような極端なことを？なんでって。注意は私たちの意見を聞くつもりもないし、本部は私たちの状況がどれほどひどいのか知らないみたいだから、少しだけ困らせてあげようかなって。騒ぎ立てれば鬱陶しくなって何かしてくれるかもしれないから。だからって人間を脅そうというのか？ラプチャーを倒すために作ったこの剣で人間を？ニケである私たちが？うん、ニケである私たちが人間を脅そうって言ってるの。このままじゃみんな死ぬだけだから。しかし今回の任務見た？ああ、第五司令部の武器庫奪還出会ったな。そうよ。今までとは比べ物にならないくらい難しい任務なのに、人数は半分。しかも明日決行。何の準備もできていないのに。このままじゃ今度こそ全員死んじゃうかもしれない。そんな任務できると思う？だからって人間を脅そうというのか？そもそもそんなことができると思うのか？まあなんとかなるでしょう。軽く言うでない。ふざけてるように見えた？本気なんだけど。姉さん！みんなにも一人ずつ聞いてみたの。二人は賛成、二人は反対。レンが反対するなら半々ってわけね。みんな、もう選択したというのか？だからレン、次はあなたの番よ。レンはどうしたい？やっぱり反対？ああ、反対だ。みんなを七へ追いやる任務をやるっていうのね。七へ追いやる？いつ私たちがそんなことを恐れた？私たちは常に死を前にして任務へ赴き、数多くの困難を乗り越えてきた。フェアリーテールモデルでもない、ただの量産型ニケに過ぎないが、人類のため、人類を守るという誇りを持って今まで戦いに耐えてきたのだ。だからこそ部隊のみんなは命を懸け、死を迎えるその瞬間まで戦うことができた。それなのに
今さら死ぬかもしれないという理由だけで簡単に手放すことなどできるはずなかろう。手放してしまったら死んだ仲間たちは、彼女たちはなぜ死んだ、なぜ命を懸けたのだ、何のためだ。レン、周囲を脅し支援を受けられたとしよう。ではその次は、人類連合軍からは裏切り者として、ラプチャーからは敵として、どこにも心休まる場所はなく永遠にさまよい続けることになるだろう。私たちの望みはそんなものではなかったはずだ。姉さんが言っていたではないか、この世に永遠などないと。私たちも同じだ。永遠に生きられぬのだとしたら、私はどのように死ぬかよりもどのように生きるかを選ぶ。裏切り者の烙印を押され一生逃げ回るくらいなら、愚かだと言われてもニケとして最後の最後まで戦って死ぬ。死に方よりも生き方の方が大事。最後まで戦って死ぬか。その気持ち永遠に変わらない？変わらぬようにしてみせる。どんな苦難が待っていても、どんな苦難が待っていても。大人になったね、レン。最初はラプチャーを怖がって任務エリアに飛び降りることさえできなかったのに。それは最初の任務だったから。本当に大人になったわ。何を言っておるのだ急に。姉さん。そっか、そんなに嫌なら仕方ないね。任務決行は明日だから、とりあえず行こう。そうか、今回の任務が終わったら、その時その時にまた考えましょう。ありがとう。お礼なんて、みんなは私が説得するから、明日の任務の準備をしてて。わかった。レン、ごめんね。姉さん。クレン！誰だ？起きて！今、ソーカが注意を！クレン！君たちが、なぜ、何が。そうか、止めないと、注意を殺しに。早く。わかった。どいてくれ！
気なら切らせてもらう。何か私にお話があったのでは？その…言いにくい内容でしたら無理におっしゃらなくても。どれだけ生き残るつもりだ？はい？今回の任務でどれだけ生き残るのかと聞いている。わあ、注意は私たちに全く興味がないのかと思ってました。そんな質問もできるんですね。ふざけていないで、ちゃんと答えろ。どれだけ生き残りそうだ？先ほど申し上げた通り、状況は最悪です。任務に参加できる者は6人しかいないのに、そのうちの半分はすでに限界に達しています。そして今回の任務は今までとは比べ物にならないほど難しい任務です。そうだな。しかし、だからといっておとなしく死ぬわけにはいきませんよね。なんとかして全員生き残らないと。全員？はい、断言はできませんが、でもなんとか。全員？全員だと？注意？何が全員だ？注意？そうだな、そう言うと思っていたよ。どうせ一人を除いて全員死ぬのに、最善を尽くしたのなんだの？今、何とおっしゃいました？一人を除いて全員死ぬ？誰がですか？私たちが？私たちが全員死ぬとおっしゃったのですか？まさか、だから補給品が来ないのですか？注意！知るか。そうだ、全員死ぬんだ。だから支援が受けられないんだ。分かったか？君たちがいくら任務を成功させ続けても、最後の一人になるまで支援などない。なぜですか？私たちが量産型ニケだから。量産型？いっそ平凡な量産型ならまだマシだったろうにな。近接型ニケだのなんだの、プロトタイプは所詮プロトタイプ。それを真似しようとしたせいでこんなことになったんじゃないか。私たちは成果を上げましたよね。このままいけば実用性があるって、正式部隊になれるかもしれないって。あの時だからなんだって言うんだ。非効率極まりないのに、戦闘に出るたびにどこか壊れているじゃないか。思考転換率が高い？ラプチャーを間近で見るから精神的な崩壊も早いのだろう。維持費がかかるものを量産する必要などない。いっそ特殊個体を1体作った方がマシだ。維持費が高い、特殊個体1体？まさか一人だけ残して新しいフェアリーテールタイプのニケを作るおつもりですか？そうだ、残った一人はフェアリーテールボディになる。そのために残されるんだ。だからどんどん難しい任務が与えられていたのですね。一番長く生き残るものを選別するために。話が早いな。今回の任務、私たちは行きません。なんだと？やりません。そうすれば最後の一人が現れることもないから、みんな生き残れますよね。
何を言ってるんだ。そんなことが許されるわけないだろう。私たちがやらないと言っているのです。何がいけないのですか。任務を拒否する量産型ニケだと。そんなものが生きていられると思うのか。思考転換だと判断されるはずだ。全員処分されたいのなら好きにするがいい。まあそれでも最高の一人を選ぶ必要がある。今までのデータを元にするなりして一人は生き残るだろうな。だから変なことは考えるな。どうせ君が一番強いんだ。おとなしく一人で生き残ればいいだろう。どうして全員を生かそうとする。妹のためか。こんな時代に家族なんて何の意味もない。そもそもニケになった時点で同じ血など流れていないのに何が妹だ。ただのライバルだろう。ライバル。もう終わりにしよう。一体私が何をしたっていうんだ。君たちの指揮官になればいいところで一生安全に暮らせるというから来てやったのに。私は戦場には住みたくない。これ以上無駄に長引かせるな。よく聞け。君が生き残りたいなら全員殺せ。君たちはそのために作られた部隊で終わり方はもう決まっているんだ。だから全員生き残るだのなんだのふざけたことを言うのはやめろ。早くこの戦場での生活を終わらせてくれ。君も早く終わりにしたいだろう。支援を受けたいと言っていたじゃないか。うまい飯を食べて休みたいだろう。そろそろ片付けて戻ろうな。そうすればお互いに幸せじゃないか。それに幸せになるのは私たちだけじゃない。あいつらもどうせ行くなら苦しまずに行く方が幸せだろう。その通りです。永遠なんてありません。だろう。よく決心したな。私たちだけでも生き残るべきだ。注意、そうかです。少々お時間よろしいですか。折り入ってご相談があります。頼む、姉さん。
待ってたよ。全て姉さんがやったのか。思ったより早かったね。止めてくれる子たちがいたからもう少しかかるかと思ったのに。答えてくれ。うん、私が切ったの。注意もこの子も。どうして思考転換でも起きたのか。これで目を隠してラプチャーだーって思って切ったらちゃんと切れたよ。そんなことが可能なのか。うん、不思議でしょ。私たちは人間を切れないって制約があるから、人間じゃないって思うように自分に暗示をかけたらどうかなって思ったんだけど、うまくいっちゃった。ちょうど私たちの服にも赤いところがあるでしょ。それを見ながら目を隠せばラプチャーのコアだって錯覚できるし、強く思い込めば周りで動くものがラプチャーって思えるかもしれないなって。思い通りになって私も驚いたけどね。一体どうして。それからこの子は動かないでって言ったのに動いちゃったの。目隠しするからわからないって言っておいたのに、注意以外の人を切るつもりはなかったの。残念なことになったわ。どうして姉さん、どうしてこんなことをしたのだ。どうして。わかったと言っていたではないか。ひとまず任務をすると私の意見を聞くと、そう言ったではないか。うん、そうだったね。ならばなぜ。花に10日の紅なし、この世に永遠なんてないから。その気持ち永遠に変わらない。変わらぬようにしてみせる。どんな苦難が待っていても、どんな苦難が待っていても。あの時結局私は姉さんを説得できなかったのか。悔しい。それなら証明してよ。人類を守りながら生きるという、その気持ちは永遠に変わらないという蓮の言葉を。目の前に人類の裏切り者がいるでしょ。ラプチャーを切るための剣で仲間を切り、人間を切ってしまった人類の敵が。私に姉さんを切れというのか。できないと言ったら。じゃあ仕方ないね。私もこれだけは譲れないから、レンが終わらせてくれるまでこれで目を隠して切らなきゃ。それがラプチャーだろうと人間だろうと、そうすればレンの剣は迷いなくこの首を狙うでしょ。残酷だな。本当に私に悪いとは思わないのか。ごめんね。でも分かってほしい。昔から決めてたの。私の最後は蓮と剣を交えて終わりたいって。グレンだよね。いかにも。え？私の妹って元からこんなお年寄りみたいな話し方だったっけ。生まれたばかりのニケに言うセリフではなかろう。こんな話し方じゃなかったと思うんだけど、ニケになって変わったのかな。わからぬ。それともニケになる過程で大人になりたいって思ったとか。
わからぬと言ったであろう。そうなの？何もわかんない？私のことも？いや、それだけは覚えておる。君は私の姉だ。一つ約束してくれ。この件に迷いはない。だから絶対に手を抜かぬと。うん、わかった。参るぞ。来なさい。わあ、本当に余裕ぶってる場合じゃなさそうね。言ったであろう。いつかその余裕へし折ってやると。優しい蓮。はっ、はっ、姉さん。蓮、強くなりなさい。誰にも振り回されないように。わかった、わかったから。レン、一人にしちゃってごめん。ね。行かないでくれ。人類連合軍が私たちの状況を知ったのは、すっかり時が流れた後のことだった。当時、戦況はどんどん悪化して、最初は任務失敗により全員死んだと思われていた影響も大きい。上層部は私たちのことを内乱として片付けたらしい。ニケが人間を殺せるということを絶対に知られてはいけないと判断したのであろう。全員死んだ。ラプチャーに向けるべき剣が互いに向けられて絶望に飲み込まれ、彼女らの命を切らせたのだ。調査されるべきものが調査され、回収すべきものが全て回収された後、私はそこに残された。そこに残り、姉さんの剣、花に10日の紅なしを握ったまま、姉さんと仲間たちをこの手で埋めた。姉さんがなぜあんなことをしたのか、他の部隊に合流してから聞いたのだよ。そして知ったのだ。姉さんが何を捨てて何を守ったのか。誰のことだい？
さあ、これだけ時間が過ぎると悲しみも恨みも歳月に揉まれ消えていくのだ。ある意味姉さんの言葉が正しかったのかもしれぬ。この気持ちさえ永遠ではなかったのだから。ほほう、坊ちゃん、気を落とさせてしまったようだな。顔を上げて、あそこを見ておくれ。日が昇ってきたぞ。美しいであろう。空が赤く染まっていく様が華やかに咲き誇る花のようではないか。坊ちゃん、姉さんが言っていた通り、この世に永遠などない。一年が終わり、新しい年が始まるように時間は流れ、世界は変化していくのだ。だから過去を悲しむより、流れていく今という時間を大切に生きていくべきではないかね。さらに時が流れ、今が過去になった時にまた悲しまなくて済むように。うん、そういうわけで新しい年を迎えながら酒でも飲もうぞ。まだ私たちが若く咲いていることに感謝を込めて。くー、どうだい、新年最初の酒は。まるで人生のようだな。おお、これほど寒いのによくぞ生き残った。負けずにすくすくと育つのだぞ。坊ちゃんのことを考えていたら、また会いたくなってしまったぞ。そのうちまたいい酒を持って遊びに行かねば。バラ？あれだけ探しても見つからなかったのに、こんなところに咲いていたのか。朝に見た新芽もそうだが、寒さに負けずよく生きているものだ。Thank you.
こうしてまた月が沈み、日が昇るのだな。花に十日の紅なしとは言うが、この命はまだ赤く咲いている。月日を忘れて咲いているのが、幸か不幸かはわからぬけれど、咲いているなら生きていかねば。そうだろ、姉さん。